上空から望むミュージアムキャンパス。赤で示されているのは、アドラープラネタリウムミュージアムキャンパスは、アメリカ合衆国入りの一州シカゴ市内の公園地区。グラントパーク南部、ミシガン湖岸の約23万平米の広さの緑地の中に、シカゴ有数の3つの自然博物館を有する文化地域でもある。夕暮れ時のプラネタリウム付近グラントパーク内に設けられた ミュージアムキャンパスの看板ミュージアムキャンパスは近接した文化施設を徒歩で回れる景観地区として整備されている。緑地の中にジョギングコースや歩道が設けられ、ノーサリーアイランドと本土をつなぐソリダリティドライブ沿いのーフォ道も美しい。またソリダリティドライブに沿っては、タデウシコシチュシコ、カレルハブリチェックボロフスキーなどのブロンズ像が置かれている。特に、 アドラープラネタリウム正面に位置するコペルニクスのブロンズ像はデンマークの彫刻家ベルテルトルバルセンによるワルシャワ所在の有名な19世紀の作品のレプリカであるミュージアムキャンパスは1998年オープンそれまでは高速道路が同地区を分断していたがまず南方面車線がついで北方面車線がソルジャーフィールド西側に移動したことにより完成した 現在はシカゴレークフロントの一角における観光客と地元民の憩いと楽しみの場となっている。ありがとうございます。